本当に、前半からきつかったんですけど、全員で粘り強く戦って、まあギリギリ勝ち切ることができたんで、まあ、順位も上がりましたし、まあ、今月いい成績を収めたんで、まあ、このいい勢いというのを全員でまた継続していきたいなと思います。チャンスがあったんで決めきれたらベストでしたけど、まあ、なかなか自分たちが特に前半ボール持つ時間帯が少ない中で、まあ、なんとか自分たち の保持の時間を増やそうというのは最低限の、まあ、仕事はできたんじゃないかなと思いますけど、まあ、まだまだ、改善点多くあるんで練習からまた取り組んでいきたいなと、まあ、ホームでできますし、今いい流れがあるので、まあ、それを切らさないように、まず、まあ、またオフ明けからトレーニングしっかりやっ全員でやって、まあ、いいゲームして、一人でも多くの方に見てもらいたいなと思いますし、まあ、自分たちがいいプレーすることで勝つことで、見に来てくれるお客さんが増えていくと思うので、まあやり続けていきたいなと思います。